ってみますか。はい、僕から言いましょうか。はい、はい。ええー、ということで、突然スタートしましたポッドキャストです。えー、タイトルは仮にですが、ポッド奥までとなりました。ポッド奥まで。ポッド奥まで。じゃないのかな。うん、きっとね。うん、岡村和義のポッド奥まで。まで岡村和義、僕ら二人のあれやこれやを詰め込んだ番組にしたいと。ね。 思っておりますけど。はい。はい。それでは自己紹介、自己紹介するのも初めてなのかもしれません。ええ、岡村康之です。斉藤和義です。え、二人で。岡村和義です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新人ですね。新人ですよ。ね、デビュー、オーディションに受かるといいですね。なんかさ、そのポッドキャストは、や、前からやりたいって言ってたじゃないですか。そのやりたいと思ってたきっかけは何なんですか。ポ。 ポドキャストというかまあそのまあお米ちゃんと飲んだりしゃべってる時にんかね言えないことが多すぎてあれなんだけどまあでもほら何かに使えるかもねってことでお互い作曲する時にそのまあゲットバックのあれも影響もありカメラを常にこうして台ね回して何台か回ってるんですよ録音してる時に。ももちろん演奏してるシーンあれば お互いがなんか引き出したら、こう、取ったりとかもしてて、ものすごい時間きっと取ってるんですけど。喋ってるとこも長、長<い>結構長くあって。ねね、でも、絶対聞かせられない話。<laughs> 多いね。<話>絶対聞かせ、二人以外聞かせられない話が多いね。多い。うん。<い>うん、でも、そんなのもあって、でも、まあ。二人で喋って,て面白いから、楽しかったから。うん。 こういうのなんか番組にできたらいいのにねみたいな話は前からしてたのはありつつで最近俺そのコロナになってから特にラジオにねすごいあのハマってあの TBS とかそうそうそう赤江さんのね玉結びだのなんだっけな細野さんのもそうだし伊達郎さんなんかもそうだしだからそこから発生してね今結構 いいいろろてて、で、うん、まあポッドキャストとかもその、えー、とジェーンスーさんとねポ、うん、リミカさんのオーバーザさんとかっていうのも、うん、ちょうどそのコロナっていうかそのラジオみたいにハマると同時にいろいろこうポッドキャストなんかもいろいろ聞くようになって、うん、でこういあのさまあさたまに話になるけどその。 昔こううちらこうデビューすると、うん、まあ今もそうなのかもしれないけどまあそのレコードレーベルからその、うん、まあ話もできるようになれみたいなこともあり、うん、まあ宣伝もあってそのラジオ番組をね、うん、あの地方だったりいろんなところに持たされるというか、うん、それがあってでそれがあの僕もだからデビューした頃とか。 3本4本とか掛け持ちしてやってて、それ楽しいんだけど、なんかその三週3ラジオの収録でこうやってね、うん、多いね。うん、になると、もう本当にあの、その割に当時だからほらシングルがもう3ヶ月4ヶ月に1回出すみたいなスケジュールの中、もうとってもその、 その,その地方にも行かななきゃいけないけし、うん、今は便利だよね本当に今は東京で撮ってそれを送ればいいみたいな感じだし <laughs>、うん、今は便利な時代になったけど前はちゃんとね北海道行ったり名古屋行ったりそういうのもあってあの一時もうある時もう全部やめさせてもらったんですけど、うん、ただやっぱそのラジオってやっぱあのなんてつうかな なんかやっぱりいい意味で嫌だなとてほんと本当ここ数年で改めて思ってきていて、うん、あのラジオっていうかまあ音声メディアがね。うん、なんて思ってる時にあポッドキャストってこういうことだったのかと名前はしてたけど、うん、なんかこうどういうなん,なんだか知らないよく分かんなかったんだけど、うん、そのこのコロナになってからいろいろ聞くようになってあこういうんだったら あのストレスなくいけそうじゃないと思ったり、うん、でも一人じゃ嫌だなと思ってたから、うん、そんな時にこれは岡村ちゃんとやれば、うん、ただ岡村ちゃんがほらその世の中のイメージがあるじゃないですか何のイメージですかこう高いところにいるイメージがある高いところにいる <laughs>、うん、あの別世界の人っていうかうん まあ,あるんですよそういうのがねあのー、そうだからそこからこう下ろしていい,ものなのかていそんな俺結構ラジオ番組とかやってますよね、うん、そうそうだからそれもあって、うん、あそういうのはやるんだと思いつつうん、うん、でもライブじゃ喋れんないしうん、うん、話聞かしちゃダメなのかなとかうん、うん、素朴にそういうのは思ってた、ね、ああ全然全然そしたらラジオもやってるからやってるやってる そそっか、かれは喋るのか、うん、やってるしさもう対談ものもみたいのも月何回かね、うん、やってるしこう人に会ったり話したりする機会は多いですよ。ね。うん、でもお二人あの、ずっと存在を知ってて、うん、でお互い友人関係になって、うん、でこうあの、仲良くなって、うん、で今回こうなんか、熟年結婚みたいななんかその、うん、しかもちゃんと事務所に <laughs> あの。 両家のちゃんと、あの、しっかりとご挨拶も済ました上で、正式に僕たちみたいな感じの、なんか、幸せな、あの、ユニットですね。そうですね。楽しく。そうですね。ユニット名的に俺が岡村家に嫁いだ形になりますね。あ、そうか。とりあえず、あの、初回、エピソード0っていうんですか 今ね、うん、撮ってみましたけど、うん、もうこんな感じで定期的にアップしていけたらいいねって話になってますので、うん、でまあどうなるかわかんないけどゲストなんかも呼べたら呼べる時もあってもいいのかなとかっていうのもあったり、うん、あとはだからあの皆さんからメールをね、うん、募集し,したいよねっていうことで。うん えー、何ですか人に言えない悩みとか、人に言えない関係とか、人に言えない自慢とか、人に言えないのばっかりじゃんかこれ普通に、普通に恋愛相談もいいよ。ね普通に恋愛相談もいい。そうだね。とかを、えお待ちしてますので、えっと、メールを、だからホームページから、メールフォームというやつで、 送っていただきたいですね。そしたら、まあ。きっとカメラちゃんが的確なアドバイスをくれるはずですよね。なんで俺なん。ぜひぜひ。送っていただきたいですね。うん。ですか。はい。じゃ、あ終わります。はい。はい。さよなら。さよなら。それでは、また。バイなら。